はい、ということで、はい、引き続き北欧の記事、はい、ということでよろしいですか。はい、はい、じゃあ早速ね紹介させていただきましょうか。はい、はいはい、ということでこちらマリメッコですね。はい、ルビンマリアですね。はい、はい、でいろんなカラーバリエーションございますけれども、これライトグレーっていうんでしょうかね、うん、白と明るい茶色と、うん、のスノーベリー、いいですね、素敵ですね、こう飾ってもね、飾っても素敵ですよ、ね、はい、ちょっとこう色が入るだけでね、そうですね、中身がありますね、本当、うん、インテリアになるパターンですね、はい、これね、はい、こちらはマリメッコのカイボですね。カイボのヴィンテージですね。はい。ヴィンテージ感がいいですね。いいですね。ね、うん、ここにちょっとあの穴がございますけれどね。はい。まあ経年数考えるとまあしょうがないかな。はい。実はこれ1965年なんで私と同じ。ということはまだ20歳。そうです、はい、はい、飾ってもいいですね、お祝いね、いいですね、はい、そのに広げるとこんな感じですね、はい、まだまだね、あの立春とはいえね、うん、こう温かみが欲しい時期ですよね、はい、そうですね、それちょうどいい感じですね、はい、感じですね、はい、はい、こちらもマリメッコの石本富士夫さんの作品ですね、はい、はい、ベージュにあの細いこれストライプなんですね、あの、はい、ネイビーでしょうかね、はい、の感じでシックでいいですね、いいですね、これね、テーブルクロスでね、おすすめなんですよね、はい、こう邪魔しないっていうか、あ、でもなんかちょっと大人っぽい感じのね、うん、こうシックなお部屋に、はい、部屋代わりそうですね、はい、このクロス1枚 で、 あ、 のあんまお部屋のこう環境を選ばない感じでね、はい、どの部屋ともなんか合いそうな感じで、はい、おすすめでございます。はい、またこれかわいいお花模様ですね、 ですね、デイジーかな、いやアネモネかな、なんかだいたいフィンランドで見かけるようなかわいいお花のね、はい、絵柄で、ちょっと濃いめの茶色に、はい、これ周りなんていうんですかね、これレースというんですか、ね、ひらひらが可愛いです、可愛いですね、こちらね、あのメーカーは不明なんですけども、うん、可愛い生地、多分テーブルクロスかなんかですね、はい、使います、はい、うん、可愛いですね、可愛いですね、もうお部屋の演出に最高ですね、そうですね、でまたねすぐ使えますね、そうですね、はい、はい、これはですね、ちょっとこの距離からわかんないんですけど、ニーティーなんですね。はい、水色系のニーティーと、はい。で、違うのがさ、キルトなんですね。キルトなんです。キルトなんです。はい、芯が入ってます。で、こういうふうにこう5番の紙が入ってて、ね、はい。これで何か、どうでしょうかね。ねえ。何か作品、いいですよね、いいですね、はい、小物製作にぴったりな、そうですね、一枚です、いろいろちょっとイメージね、はい、してみてください、はい、ぜひぜひ、時間が分かりますかね、こんな感じでね、はい、キルトなんだ、なんかこんな感じ、感じです、はい、はい、何いいでしょうね、ねえ、ま、考えるとね、でもやらなくなっちゃいますね、もう頭がどん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 こう稼働しちゃうんですよね、はい、はい、はい、鮮やかなマリメッコのウニッコですね、はい、オレンジに黄色、そうですね、ベースはオレンジですね、はい、薄いオレンジに黄色という感じですね、はい、で上下が縫製されてるんですね、はい、
で左右が片方がこう切りっぱなしとかございます。これ3枚ございまして、もともとね3倍長さだったものを求めやすく3等分させてきました、はい、ちょっとこう目隠しにいいですね、うん、いいですね。ていうか、ね、お部屋のアクセント、ね、アクセントにいいですね、うん、はい。またケーブルのランナーとしてもいいですね。素敵ですね。はいはい、はい、辻尾係さんが持っているのはマリメッコのタンツタンツのグリーンですね。そうですね、明るいグリーンですね。ライト黄緑ですね、うん、はい、小室製作にいいです。この色は当ショップでも初入荷になります、うん、そうなんですね。この色ってねないですね、うん、小室製作にぴったりです、はい。で私のは、お失礼いたしました、私のはコンポッティ、うん、あのカラーバージョンの方ですね。そうですね、いいですよね。こちらもいいですね、小物製作にぴったりです。それぞれ2分の1、はい、4分の1、はい、もうちょっともう一回やってみますか。はい、8分の1。これはこの小物製作、いろいろ柄入り楽しんでいただいてもいいですよね、はい、こちらもこちら出してもいいし、こちら出してもいいし、はい、あ、そうそう、それでどちらも未使用なんです、うん、未使用ですか。私の方がこれマリメッコですね。そうですね、はい、白と黒のパターンでございます。私のは可愛い、またお花柄の生地になります。青と赤とイエローです。可愛いですね。そうです、お部屋のこうアクセントにいいですね。ちょっとねこう棚の目隠しなんかも ね、いいですよね。いいですし、それぞれにこうテーブルの上にね、ちょっとティータイムを楽しむ。渋いですね、こちら ね、はい、こちらは可愛いです。可愛いですね、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 で小物製作にもいいですので、こちらが2分の1、4分の1、はい、ちょっと足なんか巾着もいいですね。いいですね、動作ものもいいですね。ね、これおすすめです、うん、なんかランチョンマットとかもいいですね。マリメッコっていうのは どうこうカットしてもなんかいろんなこうまたこう発展していくところが楽しいですね、うん、楽しいですね、はい。どちらもメーカー不明です、ね、フィンランドのなるほど、はい、かわいいです、うん、はい、ザー様のはお花の芯がそうですね、イエローですかね。そうですね、はい、これカフェカーテンのように使ってたみたいな、はい、このぐらい長さございます、はい、で私の方はこの感じ、赤に白いお花模様、可愛いですね。可愛いですね、はい、どちらもねお部屋のアクセントにぴったりな生地です、うん、そうですね、はい、こちらはこの古風感がいいですね。そうですね、はい、なんかこう生地質がまたいいですね、はい、うん、素敵、この熱風とか傷がまたいいですね。いいですよ、はい、もちろん小物製作にもいいです。2分の1、4分の1、8分の1、そこまでいっちゃいますかそうですね、あのザー様の持ってるのもカフェカーテンになってますけど、こういう感じでね、うん、そうですね、使っていただいても可愛いですよね、はいはい。あとね、こちらちょっとね、商品状態はね、ホームページの方を見ていただいて、下の方はちょっと退色がございます、まあ、細かくはまたね、はい、あの上と下に比べて下の方が退色がございますので、はい、でも一ついいのがあるんです。カフェカーテンだとすぐ紐が通して使えるそうですね、ここ紐通してねこういうふうに使える、はい、
けどね。店長の私にはぴったりです。はい。はい。こちらはフィンランドのタンペラ。タンペラ。はい。1977年ぐらいのヴィンテージですね。はい、そうですね、グリーンに白いお花のような模様ですね。はい。で、なんかここだけ何か使ったんでしょうかね。そうですね、何か使ったみたいです。はい。で、この辺がですね、ちょっと退色が若干なんです。退色が見られます。はい。何かね、作品に使っていただけたらなと思います。うん、そうですね、はい。はい、ね、テーブルクロスにするとこんな感じになって、こう逆を言えば、逆に気軽なくね、うん、使いますね。はい。ザー様のはマリメッコですね。はい、石本富士夫さんですね。はい。ちょっとやや薄手の、そうですね、ね、生地がちょっと薄手です。この大きさとこの大きさの2枚セットになります。お得な歯切れ。そうですね。セットですかね。そうですね。はい、はい。で、私のもマリメッコの石本富士夫さんのリンピですね。ですね。こちらも小物制作にぴったりです。はい。ね、こんな感じで2分の1になりまして。うん、はい、感じで4分の1になります。はい。そのままもう8分の1になりますね。ね、まあこちら8分の1でもね、ほんのちょっとね、ワンポイントにね、そうですね、使っていただくだけで違いますよね。はい。はい、ピンクとオレンジ系でしょうかね。ね、はい、いいですね、暖色系でね。はい。はい、店長の方は、まあ、またこちらリンピのイエローですね、うんうん、こちらの色はね、当初初入会になります。そうなんです。こちらも小物製作です。そうなんです、ね、ザー様のも何かこう、そうなんです、ポーチとか結構ね、こう折ってるうちにね、広げたままだとイメージわからない、こう折ってるうちに、うん、なんかこう、あ、これいいなとか、なんか分の1、8分の1、ポーチもいいかなって感じで、いいですね、この色になってきたりなんかするんですね、うん、はい、で私はちょっとね、白いこう点々が見えづらいかなと思うんですけど、うん、とてもね、鮮やかな、はいはい、色で組み合わせもね、可愛いと思います。はい、私の方がマリメッコ。長いですね。ボンネリエンですね。はい。渋いですね。これも長いままだとピンとこないんですけど、こう折ってるうちにね。はい。うん、何にしようかなーなんて思ってるうちに、うん？うん？っていう感じ。あ、っていう感じね。色とイメージが湧きますね。はい。はい、で、私の方は黒とブラウンの、はい、なんかピッコロに似てるんですけれども、ね、微妙にこのピッチが違うんですよね。はい、ピッコロとは違うと思うんです。マリメッコなのかどこなのかちょっとわからないというのは、はい、ですね。でもね、小物制作にいいですよね、うんうん、渋い感じで。そう、これも意外と小さく使った方が、小さいのに意外とこう入るというか、はい、で8分の1、はい、16分の1、はい、こんな感じ。はい、ザー様のマリメッコですね。マリメッコですね。このパターンは2回目ですか。そうですね、あと色違いで初めてね、はい、以前はブルー系だったんですけど、今回はピンクにオレンジ、オレンジの模様、はい、小物製作、がま口なんかいいですね。そうなんです、厚手生地なんですね、はい、
これは本当見た時に、あ、ガマ口にいいかなっていう柄ですね。はい。で、私のは綿花不明ですけれども、黄色いお花の生地になります。うん、こちらもね、小物製作にもちょっと入っております。はい、5分の1、4分の1。はい。はい、土屋がかりさんのは、マリメッコ石本藤雄さん、ウスバですね。はい、ピンクにグリーンのその砂地みたいなね、はい、ドット模様でございます。2枚セットですね。この大きさとこの大きさと、はい、感じですね。再入荷なんですけどね、歯切れがちょっと出てきました、はい。で、私の方はライトグリーンとイエローのムイエですね。ね、はい。これだけありますか、何が使えそうですか。はい。どうしたんですか。なんか切り抜いちゃったみたいですね。私じゃないですよ。はい。まあ、この状態で入ってきました。はい。はい、次ムイヤですね、はい、私の水色に薄いピンクのドットのムイヤでございます、はい。何かこう斜めにそれぞれこう線が入ってこうパッチワークのようにね、はい、なんかミシン目が残ってますけど、何かね、はい、小物製作に使っていただけたらと思います、はい。で、私の方もムイヤですが、赤に白のムイヤと、うん、ブラウンですね、はい、ムイヤになります。こちらもね、小物製作にいいと思います。はい、はい、で、私の方が、多分黄緑にしか見えないと思うんですけど、薄くですね、ドットが残ってピルプとパルプトなんですね。グリーン系でございます。こちら、このグリーン系は初入荷ですね。そうですね、初めですね、はい。で、私の方はグリーン系のウニッコの歯切れと、うん、ブルーのプケティですね、はい、はい。いいですね、プケティとウニッコの歯切れセットになります。大人気柄のセットです、はい、セットになります、はい。で、私の方はマリメッコのこの3枚の歯切れ、いいですね。何かに使ってください、はいはい。私のはボッコかなっていう生地になります。そうですね、いきなりに茶色の四角い模様ですね、はいはい。こちらも小物製作です。はい、はい。どちらもメーカー不明の、白地に茶色系のね、はい、小鼻が連続するパターンです。私の方はこの大きさのものと、でもう一枚こちらはこうシアサッカーのようにこう縮れが入ってるね、独特の中素材の、生地と、はい、ね、2枚セットです。はい、私の方はちょっと使い勝手がある、そうですね、結構大きさになります、はい。こちらも小腹模様が可愛いですよ、はい、はい。こんな感じ、2分の1 4分の1、これで8分の1になります、はい、結構使いますね、はい、使いますよ、はい、ね。ということで、うん、以上ですかね、はい、今回、はい、いかがですか、はい、喜んでいただけるといいですけどね。いいですけどね、まあ、時々私のチョイスが、うん、選択がはぁーって思う時もあれば、あ、喜んでもらえたって思う時と、そうですね、はい、だこう、まあ、暦の上ではね、春を迎えましたけど、まだまだ寒いので、まあ、春なのかな、まだ冬を引きずってんのかなって、また地域によってもね、北と南では違いますので、はい、こちらも非常にこう選択が難しいところだったんですよね、はい、頑張って選ばせてきました、はいはい。でまだね、立春とはね、まだまだ暦の上ばかりですので、うん、またね、もう一回ぐらいすごい大寒波が、そうですね、
やってきそうなんで、昨日立春だったからさすがに暖かかったんですけど、また今日から気温が下がってね、はい、立春は一瞬でしたね。はい、ということでですねまだまだ寒い日が続きますけれども、はい、皆さんね体調にはくれぐれも気をつけて、インフルエンザもね、そうですね、例年なくすごい流行っているようですので、うん、もしかしたらと思ったら睡眠と食事ですね、はい、はい、あと手洗いうがいをしっかりして、はい、はい、体を休めて気をつけたいと思います。はい、ということで最後は落ちたような落ちない雑用係さんの、うん、はい、ジョークで締めたいと思います、はい今週もどうぞよろしくお願いいたします。